ライブドローイング今月の一画 MC の藤井智隆でございます。よろしくお願いいたします。10月27日金曜日第5回の配信となりました。よろしくお願いいたします。早速ですが、今回も、イラストレーターさんにお越しいただいております。ご紹介しましょう。姫宮ニーナさん、ふむゆんさん、丸谷かやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、はい、じゃあ毎度毎度自己紹介を一つ。今回ちょっと席順変わってますんで、マロヤさんからお願いします。はい、マロヤカヨです。よろしくお願いします。元気だ今日は。元気元気出していきましょう。はい、はい。ふむゆんさん。ふむゆんです。よろしくお願いします。お願いします。メミヤニーナです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さてさて、第5回ということで、今回、前回に引き継ぎなんですが、2017年11月1日発売予定となっておりますリトルバスターズイングリッシュエディション発売記念といたしまして、リトルバスターズから時戸沙耶のキャラクターで、イラストを進めさせていただきます。例によりまして、10月の21日土曜日、お誕生日ということでチョイスしてみました。今回ですね、イラストをご担当いただくマロヤンさんから、何のイラスト行きたいっていう、どのイラストが描いてみたいですかっていうちょっと希望をお伺いしたところ、弊社長のイラスト、前が確か小鳥で、小鳥だったので、じゃあ今回長のイラストで何かっていうのでちょっとご希望いただきまして、このチョイスになっていました。すでに今描いてみてっていうところではあるんですけど、今回いかがでしたか。軽く前振りみたいな感じで、ちょっとご感想を。なんかこうよくこういろんなイラストレーターさんの絵を観察したりするのがまあ好きなんですけど、今回は前回こう、ね、伊丹先生のおじちゃんのイラスト描いたので、今回中先生の観察してみたいと思って描かしてもらって、まあ結局普通に自分の絵描いちゃったんですけどまあまあそこはそれということで、はい、まあ、楽しかったです。楽しかったです。それは何よりでございます楽しいのが一番ということで進めさせていただければと思っております。さてさて、では、今月のライブお描きライブドローイングスタートでございます。はい、画面の方が切り替わりまして、かわいい、お素晴らしい、はい、最初はこれをやる元気がありました元気があったんですね、はい、今回のテーマ、すっきりとした線画を描きたいと。ほうほう。そう、なんかその観察、最初観察してて、あ、やっぱなんかこういろんな、ものの認識がものすごい、すっきりとしていて見やすくって、洗練されている、なるほどなるほど、はい、じゃあ、まあ今回はすっきりした線画というのが一つの、はい、ポイントというかテーマというか、はい、そうですね、 ありがとうございます、はい、ちょっと実はこれ倍速、結構な倍速になってますんでもう一度視聴者の皆様は一度止めて見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回は線画からスタートということで、はい、そうですね、ちょっと今線画強化月間を自分で勝手に貸しているのでなるほど、線画、はい、線画強化月間ではどのような強化がされるんでしょうか。私結構ざっくりいつもラフとか描いちゃったりするので、やっぱこう線画とかになってくると、もう本当に細かいところまで想像しながら詰めていく作業になるので、やっぱそういうものを想像する癖をつけないといけないなと。なるほどなるほど。ちゃんと、想像して考えるという、はい、自分の中で消化するっていう感じですかね。はい、はい、そうですね。なるほどなるほど。線一つとってもこちらには実はよくわからない世界なので何とも言い難いとか実はあるんですが、なんだろう、物の、その一番その際といいますか、捉えるポイントがあるんですけど、それをこう、まあ、その影の縁だったりとか、そういう部分を探して捉えていく作業。あ、なるほどなるほど。はいですね、そう、も考えてみればもともと人間、人を描いたわけですから3次元なわけですよね、はい、それを2次元の落とし込むときに、じゃあ際はどこかっていうのをちょっと突き詰めて考える。はい、そんな感じですね。まあ、知り合いの絵描きさんに考えてもなんかどっかで手癖出てしまう、
だからちゃんとすれば直さないといけないっていう反省をされた方がいらっしゃったんですけど、ちょっと結構前の話ですと思い出したんですけど、まあ、それに通じるものがあるのかなという、うん、あの印象を受けました。でもテクセフってありますよね。ありますね、結構なんかあの最近思うんですけど、いい癖と悪い癖があるなと思って。なるほどなるほど、確かに、なんか積み重ねていく上でどんどん個性になっていく、いい癖みたいな線とかあると思うんですけど、逆にこうなんか惰性で書いちゃうダメな線とか、その悪い癖みたいなのって、あるから見分けていかないといけないって最近思うことがあります。でも癖イコール個性っていう言い方もできますよね。そうです、はい、でも個性は大事にしておきましょうねっていう言われ方もあるので、まあ、そんな中であの実は一つちょっとここでフリートークのお題につながっていくんですが、はい、素人かっこ藤井によくわからないイラスト制作の用語を無理やり皆さんに解説していただくコーナーというのをちょっと考えてみました。なぜかと申しますと、まあ、あの藤井はすいません、あの時々イラスト周りの仕事関係やるときあるんですけど、そういったときにあの仕事への用語を聞いたときに知ったかぶりするんですよ。分かんないんで実際ああはいはいはいって聞いてると話進まないからってのもあるんですけど、まあ、そういったのをちょっと皆さんに言語化していただこうかなと、まあ、非常に面倒くさいあのお願いをするわけなんですけど、よくある、言い方としまして、例えば線画や硬い柔らかいとか、さっきマラネさんおっしゃったあのすっきりしている、これもどういうことっていうと私説明しづらいんですよなんとなくわかるんですけど、そういったところを一つずつ聞いてみようかなと思うんですけど、今回ちょっとイラストの方進みながらなので、さてさて、すっきりした線というのを無理やり言語化する、もしくはすっきりした線でお願いしますって言われた時に自分ならこうするっていうのをちょっとお答えいただければなと思いますんで、さてさて姫宮さんよろしくお願いします。なんで私に来るって顔しない。すっきり、うん、すっきりってあれですか、あの迷い線がないってこと。あーなるほどなるほどかな、うん、さてさて迷い線はわかるのかな皆さんに。どうなんでしょうね、ね、書き方による絵の雰囲気とかの視点によるとは思うんですが、なんか勢いよく荒く描いてしまうとその、うん、硬い、うん、フリーハンドでバーってやってそのまま綺麗やったらいいのかなとは思うんですけど、うん、やっぱり一発で描けへんから、何回も何回も重ねて重ねてやって、ちょっとギャーってなってるとこを、ぐちゃぐちゃってなってるとこをこう消しゴムで消していくのが多分スッキリ。なるほど、すいません、いえ全然解説できませんでした。いや、あの正直難しいと思うんです。あの印象なので言ってしまうと多分ね、なんか余計な線がないこともスッキリっていうのかな、そう、線が少ないの、なんかこう重ねた感じがしないやつかな。必要十分と言いますか、あのちゃんと整ってるんですけど、少なめ、うん、ちゃんと揃ってるけど多め、少ないとか、多分シワが少ないとか、ってことかもしれない、そういう意味かも、そんなイメージ、なるほどなるほど、ちゃんと絵として成立してるんですけど、余計なところを入れないようにあっさりとさせましょうとか、成立させてるけどちょっとくどく描いてみましょうとか、強調してみましょうとか、多分 そこの、 あの真ん中のラインがどっかあるんでしょうね、ちょうどいいラインが。 そうですね、それをどっちにちょっと寄せるか、なんかあの一歩前に行くと行き過ぎだけど半歩前で止める、半歩手前で止めるとかそんな感じだと思うんですね。とはいうもの、この結果本当わかるんでしょうかという、皆様あのコメントでちょっと分かんなかったら分かんないと言ってもらえると、また次回フォローさせていただきますのでぜひよろしくお願いいたします。さてさて、他にもですねいろいろあるんですが、ですね、私が分かんなかったのが、手とか小物が遊んでるっていう言われ方があるらしいんですけど、実はこれですね、キーの開発で永さんから聞いたんですけどね、時々これ言われるって、手とか小物が遊んでる、遊んでる、どっか行ってるとか遊んでるとか、
もうちょっとちゃんとこれ、遊ばせないように意味持たせましょうとかいう言われ方をするよっていうという言われ方をするんですけど、なんか納得はしてるような気がするんですが、ふむゆさんいかがでしょうか。遊ばせる、うん、遊ばせる。2種類ありますよね。でもそうですね待ってよ、大丈夫ですか。あの最近喋らなかったから声が出なくてそうですね、しばらく喋らない、申し訳ございません。この収録1ヶ月半でございます。そうだな、なんか同じポーズでも、ピンと伸ばすか指を曲げる、とかでもキャラの性格が変わるとかそういうことなの。なるほどなるほど。かな、一つ一つに意味を持たせる方が、絵としての完成度は上がるからっていうのは永瀬先生からさっきちょっと前に解説は実はいただいたんですが、なんとなくしか私分かってないんですよね。意味がないっていうのが多分遊んでいる の具体的な意味じゃないかなと思ってるんですけど、こういう時にまあキャラにもよりますかね、絵の雰囲気とかキャラにも、よりますね。ちなみにじゃあこのさやで考えるとどういう風にキャラ付けをする、キャラに合わせるっていうのは何か思いつきます。おや、費用が出てきましたが、ふむゆさんどうでしょう。あ、私だったんですか、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。私はマレーさんかと思って聞いてる。ごめんなさいね、私の仕切りがまずかったんですよ、申し訳ない。いえ、私が見て言うなら、なんだろう、優しくリキ君をこう抱いてんの、はい、かなって、なるほどなるほど。そこに優しさを込めてみましょうとかそういう形です。そんな感じで感情としてはなのか。なるほど。でもこれ正解いっぱいありますよね。そうですな、そうです。久しぶりだとどうもどうも前の経験値が全てリセットされてる気がするので、視聴者の皆様長い目で見ていただけると助かりますので、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ごめんなさい、それ、私がですね、もう一番わからなかったのが、これはですね、甲斐先生が言ってたのを私聞いた覚えがあります。もっと動かせ、ないし動きすぎとか、いや止めないけどなと思いながら、意味ちょっとよくわからないんですよ。なんとなく言いたいことはわかる、言いたいことは、ただこれどうすんのっていうのがさっぱりわからない。なんだろう、スポーツの写真とかで、選手がすっごいこの躍動感のある写真だなみたいな、感じの髪のこう散らばり方とか、そういう動きの強さみたいなのが多分、なるほど動きすぎ多分そのスポーツ選手がもうちょっとおとなしい感じの時が動いてないんじゃないか。動いてない動きのある絵というのはなかなか難しいとは聞いておりますが、例えばまあ細かいことを言えば、まあ、実際これも別の絵描きさんにちょっと聞いた記憶があるんですけど、軽いもの、髪の毛とかスカートとかリボンとかっていうのが動いてる、上に向いてる、重力に逆らって、もしくはふわふわしてるように見えると、動いてるように見えるよ、イラストならねっていうのは聞いたことあるんですよ。ただそれだけでやってるとパターンになるよって言われて、どうすりゃええねんっていうツッコミ入れた記憶があるんですけど、どこでこれ聞いたんかな、黙っときましょうそんなことは聞いた記憶があるんですけど、どうなんでしょう、動きのある絵って何なんでしょうね。難しいですか。美少女ギアのパッケージみたいなやつ。そうだね。やっぱ静止画やけど、ちょっとなんかね。ね。立ってるだけじゃないって言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんやろ。なんて言ったらいいんでしょうね。
でもなんかそのコメント言ってらっしゃったことすごい、うん、うまいんだろうなってなんか思いました。あのとりあえずプロの人では間違いなくあるんですけど、あの遊び先でやった方なんで、そうなんです、ね、あんまり言うと怒られるので、なるほど、触れないでと、プロのイラストレーターさんではあります。あの社内だったら社内の人間でちゃんと言うんですけどね、うん、その説はありがとうございましたと、まあそんな感じなんですけど、さてさてちょっと線画の方に一旦戻ってみましょうか、ええ、まあ、肩のライン書いてらっしゃいますけど、やっぱりデジタルのいいところっていうのは、これナビゲーターとこれ反転してるのはこれどっちが正しいんでしたっけ？ナビゲーターが正しいです。あ、なるほど。はい、で今あの向きを変えて、はい、書きやすい方で。書きやすい方で、うん。あとずっとそのままの状態で書くと反転した時にすごくおかしいことになってることが、あ、なるほど。確認用でもあるんですかね。書きやすさと確認と、うんうん、どっちから見てもちゃんとしてるようにっていう。そうですね。ね、なんかあの古い考え方だと反転させるのは良くないとか、うん、昔の話では聞いた記憶はあるんですが、うん、だいぶ昔ですけどね、10年以上前の話ですけど、うん、でもデジタルですからね、うんうん、便利なものは全部使いましょうと、うんうん、いう感じでしょうね、うんうん、そうです、ね、デジタルになっていろんなことできる、まあまあできるようになって、これは何？あ、え、襟ですかね。襟描いてるんですけど、はい、これラフ段階でちょっと襟のこうバランスをちょっと間違えてることに気づいて線で修正してるっていう荒技をやってるところです。あ、間違えた。確かこんな感じってやつですね。そうなんです。なんか上がちょっとセーラーっぽい襟付きになってるけど、その下が多分それより短い丈のこうブレザーのそうですね、パーツがついてるっていう、はい、なんかあの、うん、割と特殊なデザインなんですよね。パッと見、うん、普通のあのジャケットなんですけど、よく見るとそうですね、あとパイピングがありますからね。あ、うん、そうですね。いや多分今回それは書いてない、うん、まあ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 とはいうものも、これちょっと私分からんので聞いてみるんですが、腕の下っていうのはものがあるわけじゃないですか、うんうん、そこからどうつながってるかっていうのは頭の中で考えながら書いてるものですか？あ、これラフ段階では書いてて、うん、あ、なるほどなるほど。ちょっとそれを消してるんですけど、はんはんはん、なんですね、つながりは気にはします、うん、なるほど。もうじゃあラフの段階で全部下も全部書いてしまって、これが上来るよっていうのだけ後で書くっていう、まあまあどっちの線もあるよっていう方が、うんうん、確かにラフの中でそうやっとけば分かりいいですよね。そうですね、でも人のラフ見るのってなかなかないですもんね。ないですね、うん、毎月毎月書いてもらっておきながらっていう一言で喋って申し訳ないんですが、さてさて線画がもうちょっとかかりそうですかね。うん、そうですね、はい、なんかもう自分で見てて、クソ遅いなって思って遅くないね、丁寧なんで、うん、私も結構遅いし、ニーナさんがめちゃくちゃ早いんで早くない、雑そうそう雑いだけやって荒いんだよね、あのスピードは荒いだけ荒いだけ、なのに綺麗だからね。いやいやいや、そうなんだね、何も出てこないよ、うん、春に近かったから、アミちゃんやろかっありがとうニーナちゃんってめっちゃすごかったんやって思いながら、いや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 、だから何にも出てこないよいやいやいや、1回目は本当に生で書いてもらっていろいろ大変だったんですけど、まあこういう形にしてちょっとゆっくりと喋りながら、皆さんにも見ていただこうという、趣旨でやっておりますが、まあ線一つとってもやっぱり個性が出るもので、あとやり方というのも毎回毎回ちょっと見ていただいてますけどさてさて、ちょっとですね、こちら、まあ、背景あのまだもうちょっと線が続きそうなのでちょっと次の話題ということで、冒頭でもお伝えしましたが、11月1日発売予定でございます。こちらが27日ですので週明けですかね、Steam で、日本
語と英語どちらも、見れます。リトルバスターズイングリッシュエディションこちら発売予定となっております。プラットフォームスチームで、発売予定となっておりますので皆様ぜひ一度ご覧になってください。英語の勉強にも使えるんじゃないかというもっぱらの触れ込みでございますので、あれ絶対使えると思う。切り替え、そうそう切り替え今回効くようになってるんですよ。別のシステム使いまして、そうなの、すごいなと思って、ただすごい偏った英語を覚えることになるので、いやでもいろいろとあこんな感覚なんだっていうのは割と目から鱗でしたけどね、なんかもう先輩とかさん付けとか、あとあなんかそういう日本語はそのままローマ字で読みでみんなわかるっていう、確かに、そういうのが多分ないんでしょうねあんまり、対応する英単語があんまないからもうそのまま使っちゃえっていうのもあるんでしょうけど、まあ英語これは英語で通用するよっていうのが結構あってちょっとびっくりしたところなんですけれど、まあ一つ話の種にというのもなればいいかなと、実際日本語版のディトルバスターズはほぼ何も変わりませんので、音声から音楽から何も変わりませんので、そこは英語の勉強なり雰囲気の違いなりを一つ見ていただければと、なかなかちょっと英語のゲームやるのは難しいもんですから大変なので、一つよろしくお願いいたしますという宣伝でございました。さてさて、ちょっと次のお題、台風と秋の長雨、お休みの雨が降った時の過ごし方を皆さんに伺っていきましょうという内容でございますが、すいません、この週末先週ですかね、台風直撃で皆さん非常に大変だったと思います。浸水とか災害とかの話も聞いておりますので、被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。さてさてとはいうものの、この休日雨で過ごし雨の中過ごしたという話でございますが、出かけたくないんですよ基本で、やっぱり、そんな中皆さんどんな風に過ごしてるかなと、というのを、姫宮さんからまたなんかこの前の台風が来てたのって日曜日でしたっけ、大阪ですと日曜日ですね。その前の日もなんか雨、ってかずっと雨でしたね。ずっと雨でしたけどね、ずっと雨やった、でもなんか前から友達がおやユニバーサルスタジオジャパンのチケットを取ってくださってて、お行ってきたんです。あら大変だったね。パラパラとかではなくて普通に本降りだったんですよ、めちゃくちゃ寒かったです。ですよね。アトラクションとかもいろいろ止まってたし、まあでも人手はそこそこいたんですか。めっちゃいました。そのくせに絶対なんか誰もおらんわと思ってたんですよ、やっぱハロウィンの時期ってユニバーサル結構、まあ、観光客はもうチケットちょっとって行っちゃってますから ね、あと仮装がやっぱメインなのか、結構はいはいはい、ハロウィン派手な人がいて、そのためにわざわざその予定をずらせできない人たちがいっぱいいたのかなみたいな感じでした。あらまあでも大変でしたね。大変でした、怖かったんですよ怖かった。ホラーのやつに全部連れて行かれて、はいはいはい、泣きわめいて帰ってきました。そのお友達さんに、はい、あ、ご主様でございます。おやばかったですね。でも泣き叫ぶんですか。なんかその一緒にやはったなんかグループで動くんですけど、私の分まで叫んでくれてありがとうって言われて逆に怖くなかったみたいな。 でも怖かったよ苦手な人は苦手ですからね。ダメです、本当に無理なんですよ、こう誰かがすごい叫んでくれると自分はこうなんか素に戻れるよね。あ、そうなの、明るくない、っていう、あの雨の日を過ごしたんですけど、普段はどこにも行きませんよ、じーっと雨降ってるなって言いながらそうですそうです、まあお疲れ様でございます、はい、楽しかったよ、ね、楽しかったです。コムユンさんいかがですか。なんかいや前回の放送でも休日何してますかって男の人たちのお話そういえばだから今週考えてたんですけど、何もやはり何も絵描いてたしかしてないんだよあらま描いてますね、平和で
あでも雨で台風だったから外に出られなくって、もうなんか食料困難に陥ってちょうどそう買い物行き忘れちゃって金曜日で土日になって何もない、でもすごいひどいからと思って、あそれは大変でしたね。大変でした。家にあったパスタで過ごしましたギリ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 いやひどかった。買い物行くの結構大変なんですか？大変じゃないんですけど、さすがにあの台風は風がすごかった。確かにそうでしたね、風ひどかったですもんね。あの中でてスーパーまでは、傘が割とひっくり返りました、ひっくり返りそう、バーンと持ってかれるんで、いやまあ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 、お休み日も普通に絵を描いてる？描いてます。ガリガリ偉いね、偉い、すごく偉い。あなんかね、欲にまみれた絵しか描いてない。あ欲にまみれたこんなものを、そうそうそうまあわかるかも、うん、まあ、あの発注を受ける絵と描きたい絵は違うというのを前は申し上げたかと思うんですけど、あの欲にまみれた絵という、うん、会社で太ももメインに描いていいよとか言われないからまあ言われないですよねアングル指定だもん。そうそうそう、だいたい綺麗めとかなかなかそういう発注はした記憶が、うん、昔1回あるかな、あの金のカレンダーで 17.9 金っていう、18金とは 1本手前のカレンダー書いてくださいっていう発注をした記憶ありますが、はい、ありがとうございます。マロヤンさんは？私、あ台風の日は、あの毎週こう土日になるとこう洗濯をいっぺんにやるんですけど、あ、はいはい、それができなくてあでも今日洗濯物やらなくていいんだラッキーってもうよくない考え方なんですけど、それでこう取りだめしたアニメを見て過ごしてました。なるほど、はい、まあまあまあ、何のアニメ？本当ね、今期ね、あの今期めっちゃ多くない？めっちゃ多い、面白くって今期わかり、うん、何本ぐらい見てます？いや今期本当多いんですよ。え何見てるんですか？食べてみましょう。ブレンド S は見てるでしょ？見てる。で、おそ松さんあったでしょ？あー、おそ松さんあったでしょ？あと、なんだっけ、あの、昨日の旅。あ昨日の旅、うん、あと私、宝石の国見てる。あ、それ見てない。面白い。 3DCG か。あ、そうなんだ。すごい面白い。あと盛り上がってる。なんとかの嫁。あ、魔法使い。そうそうそれ。超見てる。すっごいめっちゃ見てるね。おオタクやから。やばニーナ日応えやったぜ。あユニバイゲーかな。何？ああ何を？いやいやいや。私は幅が広すぎるだけ。あとなんかあったっけ？まだあったっけ？は見てないな。M マスは？ M マス見てる。見てない。うん、あとなんかあった気がする。DS 入れとか？あ、十二対戦。見てない。あ、なんかそれめっちゃ声優豪華なやつじゃなかったっけ？西尾維新みたいな。あ、そうなの？じゃあ違うわね。めっちゃ盛り上がってるこの。いいね。もっと来てもらって。カットかな？いやいやいや。まあそういうそう思うとアニメって本当いっぱいありますもんね。毎期毎期。皆さん頑張って作ってくれてはるんやなって、うん、いやあれもうアニメ見るたびに大変やなって、うん、いや装飾多いキャラクターとか特に動かすのか、いや大変らしいですよ話に聞くと。どう大変かはあんまり言うと怒られるので、まあでも1本、まあ、大体23分から24分ぐらい、ね、あのコマーシャル抜いて、なので2本で50分、4本で100分。結構週の消化大変ですよね。それを毎週の毎週。4作品ぐらい見ると毎週1本映画見るような感じで。8本見ると毎週2本映画。と思うと結構重たいですよね。確かに。しかも話変わるし。映画2、3本作ってる感じなんですね。おそらくワンクールで、ワンクールでもうそんな感じですよね。アニメは映画だ、すごい、ドラマだ、ドラマだ、うん、大変なんです。皆さんありがとうございますとお伝えしておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいだ。
で、あのそうこうしてるうちにあの最初に入ってしまいました。いつの間にか。いつの間にか。はい、今は下塗り。下塗り中です。これは何をしてるんですか。髪塗っています。はい、ロングは大変です。書くの好きなんですけどね。書いてて楽しいけど塗るの大変ってやりますよね。本当に。本当に。その咲いてるものという感じでございます。はい。これはパンって白で、うん、はみ出したとこ消してるんですか。あ、そういう普通に消しゴムで消して。消しゴムでして。はい。わかりやすい色で最初に、塗りつぶして。塗りつぶして。全然こういうのがなんで最初赤で塗るんだろうとか思ったりするんですよね。分かりやすいからですね、なるほど、ふむちゃんとか前結構暗めの色で、やってた、あれいいなと思って。そう、明るい色だと目に痛いから、暗い色でそういう理由だったの。そういう理由だ、ね、分かりやすさ優先なんですね、こういうのは。自分が下塗りだから、実際線画作業だけですと、線画描いて塗りは他の人ってもあるでしょうけど、やっぱり色塗りたいって思う時もあるんですかね。塗ってない、ずっと塗ってないと、線画ばっか描いてると塗りたいなとか、塗りばっかやってたら線描きたいなっていうのもあるんでしょうか。ありますね。なんか私の場合、なんだろう、自分で線描いてめっちゃいい太もも描けたら、足とか描けたら、私がね、好きな感じに塗りたいって思っちゃうんですよ。いい感じに体のラインとか。これは自分で塗って、好きなね、そう、影の入れ方、人によってやっぱり違うから。頼まれてもいないのに自分でこう線を足すときに塗ってここに影をいい感じで頼む。細かい作業ですよね、言ってしまうと。これも、そうですね、これは下筋道にやってますね、なんかざっと見て、あんま拡大とか使ってない。そうでもないです。今回ちょっと急いでたので、なんか拡大した時に多少だけでもいいやって。そういえば、11回見に行った時まだ線画やってましたっけ。そうなんです、自分がすごく、この線画からの作業が結構遅くて、そうですね、ちょっと舐めてます。まあまあまあ、それはそれということで、急いでます、まだ時間で大丈夫ですよと言いながら、とはいうものの、終わってもらうと困るので、時々様子を見に行く藤井でございますが、取り立てるように。いかがですかっていう言い方をしながらプレッシャーを与えるという。あ、リボンですね、はい、いやでも、いかにか見てしまうはい、さてさて、ちょっとしばらく彩色の仕方を見つつ、次のちょっと話題で触れさせていただきます。前回にもちょっとあったんですが、もうちょっと触れとこうというので、勝手に決めさせていただきました。これから絵描きさんになりたい人向けのアドバイス。絵描きさんになりたい、イラストを描くという内容にはさまざまなスキルを磨く必要はあるんですが、そんな絵描きさんになりたい皆様に向けて、お三人さんに、アドバイスをいただければと思っております。細かい内容になってくるんですけど、こんな感じのことやったらいいよとか、こういうところに気をつけると上達が早いよとかいうのをちょっと、聞かせていただければなと思っておりますので、お願いいたします。マロヤンさんから。そうですね、
あの前回 の、 あの放送の時に、まあ、そういう感じの話題になって、うん、でなんかこういい言葉が見ちょっと見つからなかったんですけ ど、 どあの考えてきまして、ありがとうございます。はい、うん、あのそうですね、あのやっぱこう小学生の時とかすごい、あの、うん、多分図工とかで基礎を先生に教わった人が多いと思うんですけど、あの理科の授業とかでもそうなんですけど、絵をなんか観察日記とか書くじゃないですか。その時にあのどういうこれはどういう特徴を持ったものなのかなとか、そういうあのよく見て観察するっていう作業を、なるほどなるほど、はい、習慣的にやることだなと私は思います、まあ、観察してその特徴を捉えて、まあ、覚えるなり自分で書くなりっていう形ですかね、うん、そうですね、やっぱ好きなものってあの、皆さんいっぱい見たり観察したりすると思うので、好きなもの、そうですよね、知らず知らず覚えていきますもんね。そうですね、好きなものを探して観察して、観察、まあ、見てないようで見てますけど、見てるようで見てないですからね、思ったよりだからうろ覚えというのがあの成立するわけで、はい、ありがとうございます。で、姫宮さん、うん、何か、うん、こういうのやるといいよ、何かないですかね、こういうアドバイス、アドバイスやるといい、うん、これからの人に向けて、まああのイラストなんで線塗りどっちでも構わないと思います。あのなんか小ネタでもいいですし、その絵描きになりたいって思ってたよりも、私なんか塗りのお仕事が欲しいってずっと思ってて、あ、そうなんですか、実は、まあ、絵描くのが一番好きなんですけど、まあまあそうですよね、なんか美少女ゲームのグラフィックに惹かれたんですよ、めちゃくちゃ、心が、でどうやったらこういう風にできんのかなって思ったのをずっと真似してたんですよ。とにかく、はいはい、自分なりに多分そのやり方とかソフトとかも違ったと思うんですけど、うん、でその塗りを自分の絵に移したいなと思ってやってて、まあ今に至るんですけど。なるほど、うん、それもやっぱり見ることにつながるんですかね。まあそうですね、よくまあ仕事 の、 あ の、うん、あの教えとか実業書とかであの最初は真似ましょうっていう、そうですね、うん、なんか一切何も考えずそのままやってみましょうっていうのはよくある話で、昔バイトした時も完全に真似てって言われながらやってましたんで仕事は大事やと思います。そっから見えてくるもありますし、そうですね、何も真っ白なとこからやれとは言うので、私はそうやってやってきましたね。なるほどなるほど、うん、まあ、あの自分の好きなものを、まあ、通じるとかありますよね、うん、そうですね、ちゃんと観察して覚える、うん、で好きなものを真似てみる、好きなものどうやったらできるかいろいろ考えてみるっていうのが一番重要かもしれないですけど、うん、そうですそうです、考えるながら大変ですからね、そうですね、うん、できたらいいんですけど、うん、真似してもできなかった時どうしたらいいんですか。できなかった時は、なんかうまくいかない、ありますあります、そういう時は、うん、いろいろやっぱ試しながらなんですか。試しながらですね、ほとんど試してます。あ、こんなんできたやんみたいな感じになります、最後。なるほどなるほど、じゃあ最後みんさん。ああそう、私も考えてたんですけど、お二人とまあ一緒だなと思って、うん、まあ結局は好きなものを突き詰めるというか、なんかアドバイスとはなんかずれるかもしれないけど、私だったらイラストを描くたびになんかこだわる部分を増やしていく、なんか今回は例えば紙をすごいこだわったから、次のイラストでは紙と服のじゃあシワ構造とかをこだわってみようとか、だんだん増やしていけばうまくなっていくのかな、でもその分時間がかかっていきます。いやまあこだわりを持つのが一番大事かもしれないですね、こだわりも、こだわり持ってなくなるとクリエイターじゃなくなるっていうのもありますんで、でそのこだわりもやっぱり好きなものだったら、本当好きに、好きっていうか楽しく描けると思うから、好きなのが大事なのかな、大事大事、ずっと続けれるし、はい、ありがとうございます、かわいいと言ってるうちに、
ありがとうございます。ロゴが入りロゴというかいいタイプグラフィーが入りまして、これはあ、なるほどなるほど、ハイライト入れながら、いやマルヤさんの目の色の青がめっちゃ好き。ふむちゃんもやと思うけど、青色が好きなんちゃう？いや、違う。あんねん、いろいろ。ピンクにはうるさいけど、青ね、この青めっちゃ好き。海みたいな色、なんて言ったらいいんやろね。海の色やろ、うん、同じ青でもいろいろあるじゃないですか。あ、まあ、うん。私が好きなやつ。ありがとう、ありがとう、うん、確かに私もふむちゃんの青が、そう、同じ、二人とも多分同じ感じの青、色好きやな、よく使う。まあなんかそれぞれみんななんか色使いみんな違うけど、うん、みんな好きやな、うん、かわいい、うん、まあこういった色使い一つとっても個性が出てくるというところ全然違いますね、やっぱ、上のタイプはなんて書いてるんですかね、ちょっと私今ちゃんと読めて、点数、オールバスターズ点数コングラチュレーションありがとうございます、うん、点数って見るたびに胸が痛くなる早ない早いよな、早いですね、2007年だもんな、信じられないお完成でございますね、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、10月21日時戸さやさんの誕生日でございますということで、時戸さや書いていただきましたが、振り返っていかがでしょうか、振り返ってみて、今回さやちゃんを書かせていただくということで、リトバスの本編は知ってたんですけど、うん、さやルートを初めて今回やらせていただきましたまあ EX ですかねあれは、そうですね、すごい一生懸命で、なんだろう、けなげ、まあ少しクレイジーなところもあるけれど、まあ、そうですね、でもなんかすごいリキ君に見せる時のこう照れ顔とか柔らかい表情がすごい可愛くて大好きになりましたって書いてて楽しかったです、ありがとうございます、はい、というわけで、じゃあこの辺で終わりたいと思います、うん、VA ライブドローイング今月の絵描き第5回時戸さやでございました、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、お疲れ様です。